6年目になります。中学1年生の時から始めて、もう今年大学生なので、ああそんな経ったんだなみたいな感じでなってます。そうですね、もうほぼ小学校の時の記憶とか本当にないのでずっと二次婚の記憶が多いです。なんだろう、もう一番やっぱり記憶に残ってるのが、最初予科生っていう練習生として活動してて、そこから二次婚の正規メンバーに昇格しますよって言われたライブが一番印象に残ってて、なんかそこでサプライズで発表されたんですよ、後ろの画面にバーンって。でそれを見て私初めて嬉しいっていう感情で泣きました。今まで悲しいっていうので泣くのは知ってたんですけど、嬉しいで泣くってどういうことなんだろうって思ってたんですけど、そこで初めて知りました。嫌になったこと、でもアイドルの活動が嫌っていうより、こううまく何かが覚えられないとか、うまく自分が行動することができなかったっていう自分に対して嫌だなって思うことはありました。なんだろう、でもこう高い音がうまく出せないとか、この歌をどう大人っぽく歌おうとか、あとダンスとかで難しいステップがあるときにこう足がもつれちゃって、どうやったらうまく踊れるようになるんだろうなとか、フォーメーションとか歌割りをどうやったらもっとちゃんと覚えられるようになるのかなとかで、最初の方はちょっとこんな自分が嫌だなって思ってました。一番頑張ってることはやっぱりパフォーマンス力を、私は個人的にすごい頑張ってて、最近はまたボイストレーニングをやらせてもらうこととか、あとダンスレッスンとかも基礎練習がたくさん増えてきて、やっぱり私は歌とかダンスもちょっと苦手なので、こうやっぱり人数は多いけど、こう一人一人がちゃんと上手くないといけないのかなと思って、今ちゃんとうまく高い音が出せるっていうのもそうだし、あとはこう落ちサビとか歌うときはこう感動するように歌えるようにできたらなと思って練習をしています。私淡々と歌っちゃう癖がずっと昔から あるので、こう抑揚をつけて歌うと、こう音程には合っててもこう淡々と聞こえちゃうのはちゃんと抑揚がついてないからだよっていうのを言われたので、こうちゃんと音程に合わせて歌うのプラス、こう自分でもうちょっとその歌詞の表現をうまくできるような、うまくできるようになる練習をしてます。で本当になんか最初武道館に立てますって言われた時に、もうフーンって耳から端にパーンって飛んでっちゃって、本当に自分で聞いた言葉が頭の中で文字起こしできないくらい驚いてたんですけど、でもこう今まで私が加入する前から続いてる二次婚で、こう何年も一緒にみんなで団結してやってきて、もう初めて大きなステージに、すごく大きなステージに立てるって聞いてすごい嬉しいなって思いました。ずっともう泣いてました私。あそこ結構武道館やりますって言った的場さんにすごいスポットライトが当たってて、私その時ちょっとそこから離れた立ち位置で照明が落ちてたので、もう今だと思って照明が落ちてる間にたくさん泣いて喜んでました。絶対にこの夢叶えるぞっていう気持ちでいました。なんだろう、でもやっぱりそのパフォーマンス力とか歌とかダンスもそうだし、あとライブ中のその曲ごとの表情とかもできるように、昔と比べたらできるようになったと思ってて、昔は本当にもうかっこいい曲とか、もうちょっと大人っぽい曲とかでもどんな顔したらいいか分かんなくて、もうマジのスンっていう真顔か、もうヘラヘラ笑ったニコニコしてるのしかできなかったんですけど、今は割とこう
いろんなその曲に合った表情の作り方ができるようになったんじゃないかなと思ってます。絶対しくじんなよって言いますね。もうあ、そっか、緊張してきた、心臓が取れそうです。毎日でもこうレッスンの時にみんなで円になってノートにステージの図を簡単に書いて、この曲はどうやって移動しようかとかみんなで相談したりしてるので、え、なんていう質問でしたっけみんなでこうやっぱりアイドル自身がこうステージの構成とかセットリストを考えることって少ないって聞いたので、こうニジコンが一番よく見せられる武道館公演を作れるように頑張って、もう武道館をゴールみたいにはしたくなくて、やっぱりこう、まあ、卒業するメンバーとかもいるとは思うんですけど、でもこう武道館をやったことによってまた二次コンのスピードがもっと上がるんじゃないかなって私は思ってて、こうライブを見に来てくれた人にも、あ、これで二次コン終わったんだなっていう感情じゃなくて、あ、二次コンこれからもっとすごくなるんだなみたいに思ってもらえるようなステージにしたいです。好きなところめっちゃなんかすごい仲良しなんです。なんかもう遠征とかで地方にライブしに行った時とかも、こうちょっと広い温泉があるとかなったらみんなでグループラインで温泉行く人ってシュシュかけて、みんなで一緒にお風呂入りに行ったりとか、と MV 撮影で沖縄に行った時にこう部屋のお風呂がすごく大きくて、あ、これみんなで入れるじゃんってまず全員がそれを口に出して言ってて、でみんなでお風呂入ったりとか、あとまた遠征とかなんですけど、こうホテルに泊まったら狭くても大きくても一つの部屋に二次コンって集まる習性があってみんなで一つの部屋に集まっておしゃべりしたり、でも部屋に行くのがめんどくさいってなったら隣の部屋同士であの LINE でビデオ通話しておしゃべりしてたりとかして、すごい仲良しで楽しいなって思います。そこが好きです。二次コンのライブで好きなことは、でも曲がすごい好きで、私なんか曲もすごい好きで、うわいいなって思いながら聴いてると、その MV とかライブ映像とか自分で見るともうメンバーがすごい笑顔でこうやって手を振りながら踊ってたりとか、そういうの見るのがすごい好きです。もう全部好きです楽しいです。アイドル以外の人生は多分本当にずっと家に引きこもって、なんか髪の毛ももじゃもじゃのまま閉じこもってたと思います。もうやっぱりこう中学1年生の時にアイドル活動を始めて、でそこから多分年齢的にもちょっとは成長する時期だったのかなって思ってるので、こう昔から応援してくれてる人はもうこれからも私はどんどん成長していくので、それを見ててほしいなって思うし、こう今はもうあんまり見てないなっていう人にも、もう昔の私とはもう全く違うすごいアイドル感の増した私を見てもらいたいなとも思うし、最近してくれた人にはもう、あ、今のアイリちゃん好きだなって思ってもらいたいし、もう昔の私を知って、あ、こんな今ってこんなに違くなったんだなみたいな感じで、その赤ちゃんすぎる私とちょっと成長した姿を見比べてもらいたいですね。アイドルはなんかこう自分で見てたらすごいキラキラして元気をもらえるっていう感情が一番最初に私は感じて、でその後に、あ、このキラキラしてるアイドル私もいつかやってみたいなって思って、私はアイドルになりたいなって思いました。もう幼稚園生の時の記憶は私はないんですけど、その卒園する時になんかアルバムを担任の先生にもらってたみたいで、この間発見したんですけど、それ開けたら
歌って踊るのが好きな愛理ちゃんへって担任の先生から書いてあって、あ、私この時からアイドルになりたかったんだなって思いましたね。私はそれこそ去年にミジコン以外で個人のお仕事とかもたくさんしてさせていただいたので、今年も個人のお仕事もたくさんして、それでその個人のお仕事をすることによってミジコンをしてもらえる機会がたくさんできたらいいなという。もうドラマとか映画とか出てみたいです。なんかできるできないはちょっと置いておいて、ちょっと出てみたいなみたいな小声で言います、うん、はい。